皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。このチャンネルは、好きなアニメ作品のグッズを好き勝手に紹介していくチャンネルです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、アーシャでジャンプする、こちらのガールズバンドのフィギュアです。ホッチザロック、チャンピングガールズ、ノンスケールフィギュア。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、アミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。結束バンドのメンバー4人が、チャンピングしたノンスケールのフィギュアとなりました。やりました！こんにちは、ピュアリーです。ボッチザロックに、後藤一人という主人公がいるんですけど、通称ボッチちゃんと呼ばれていて、極度な人見知りで陰キャな少女なんですよ。一方で売れ線の楽曲を扱う、大人気カバー動画投稿者のギターヒーローという一面もあります。感情が表に出やすく、切羽詰まった場面では顔面が崩壊して、いろいろな表情を見せてくれます。インスタなどの SNS を勧められた際には、とてつもない拒絶反応を見せていました。服装は基本的にピンクのジャージ姿なんですが、母親が買ってきた服を着ると天使のように可愛いです。愛用しているギターは、ギブソン社のレスポールカスタムとなっています。学園祭のライブ中にギターが破損したことを機に、動画収益で得たお金でヤマハのパシフィカ611を購入しました。ギターリストとしての腕前はすでにプロでも通用するレベルで、ギターヒーローのチャンネル登録者は3万人を超えています。腕前は確かなんですが、極度の人見知りのため、初ライブは、段ボールをこむっての演奏でした。そんなボッチちゃんたち結束バンドのメンバーが、今度ノンスケールフィギュアになるみたいなんですよ。アニメのワンシーンが再現され、劇中の感動が蘇りそうです。これが摂理だ。アニメ4話での名シーンが再現され、約200ミリで立体化されていますよ。後藤一人、伊地知虹花、山田涼、北井久代の、4人のそれぞれの個性が際立つ表情がそのままに造形されています。アーシャでジャンプして、神バンドになりますね。賑やかになってきたな。髪やスカートなどのふわりとしたなびき具合が、丁寧に表現されています。撮影の瞬間を切り取ったかのような躍動感が、伝わってくるのではないでしょうか。衣装のシワの表現も細かく作り込まれ、躍動感が引き立って結束バンドのみんなのテンションも感じ取れるかもしれません。よーし、盛り上げていくぞー。各メンバーの髪の毛や衣装の、カラフルさも再現されています。なびいた髪とも相まって、彼女たちの青春のひとときが輝いて見えると思います。これからの結束バンドの活躍をも、感じさせてくれることでしょう。すごいです！ボッチちゃんやキタちゃんの美脚はすべすべした感じが表現されていて、その太ももで膝枕をしてもらい、ぬくもりや柔らかさを味わいたいです。スカートはひらりと躍動感たっぷりに造形されているので、もう少しでめくれてパンツが見えちゃいます。4人それぞれの胸のボリューム感も、バッチリ再現されているのも最高です。そういうの大嫌いなんだけど。撮影の瞬間が再現されており、まるで目の前でアニメのシーンが展開されているかのようにも思えてきそうです。可愛らしいメンバー4人に魅了され、あなたも結束バンドのファンになってしまうこと間違いなし。アーシャでジャンプをしている、結束バンド4人の可愛さをご堪能ください。君もファンになったかな？こちらのフィギュアの予約は2025年1月13日までです。こちらは2025年6月に発売です。そしてお値段は19,800円です。このフィギュアをお迎えしたら、アーシャでジャンプする結束バンドを SNS などで自慢しちゃってください。欲しいか？これが欲しいか？今回の紹介はここまで。これらのグッズのアフィリエイトリンクは下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、そのアフィリエイトリンクからアクセスして注文していただけるとありがたいです。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。